こんにちは、みすずです。今日はミキサーで作るアボカドアイスクリームをご紹介します。少し前の動画でヨダナスメーカーというのを使った果物だけのアイスクリーム、その時はキウイとバナナで作ったんですけれども、今回は普通のミキサーで作るアイスクリームです。キウイとバナナのアイスも同じようにミキサーで作ることできますよ。ミキサーで作る場合はヨーグルトやお水など水分を加えて一緒に攪拌していきます。上が普通のアボカドアイス、下がアボカドにココアを加えたチョコレートアイスクリームの材料になります。では作り方です。アボカドを、アボカドアイスに2個、アボカドチョコアイスに2個、合計で4個使っていきます。縦にぐるっと包丁を入れてもらって、パカッと2つに割ります。包丁で種を取ったら皮を剥きます。アボカドはこのままだと色がすぐに悪くなるので、色止めのためにレモンを絞ります。レモンは切り口と、あと外側に絞ってあげてください。また冷凍のカットしたアボカドなども売られているので、そういったものを使ってあげるとより作りやすいかもしれないです。冷凍アボカド私は使ったことがないので、どんな味になるのかわからないんですけれども、そういったものもありますよ。ラップに包んで24時間冷凍していきましょう。冷凍できました。コチコチに凍ってます。でこのままだとミキサーにかからないので、しばらく置いて少し解凍して、包丁が入りそうになったところでカットしていきます。これ硬いまま切って、包丁の刃が悪くなったりするので気をつけてあげてくださいね。ちょっと解凍してからカットしていきます。こんな感じですね。ダイス状にカットしました。ではこれをミキサーに入れていきます。使用しているのはセスコムの真空ミキサーです。中が真空になるので、アボカドが変色しにくく作ることができます。あとすごくハイパワーなので、水分がちょっと少ない今回みたいなアイスクリームでもなんとか回すことができます。お使いのミキサーによって加える水分量を調節してあげてください。ヨーグルト、お水、生クリーム、レモン汁絞って、塩ひとつまみ入れてミキサーのスイッチを入れます。ここでちょっと見ていてもらって、ガチッガチッとなってて全然動かないようだったら、お水を足してあげてください。お水の代わりに牛乳や豆乳などでも OK ですよ。回れば OK です。取り出します。こんな感じでもなんかね、真空ミキサー、ハイパワーな真空ミキサーであってもギリギリ回っているような状態です。もうちょっと水分が多くないと本当はミキサーではきつい感じですね。こちらを器に、冷凍庫に入れれる器に一旦入れて冷凍庫で冷やします。以前の動画でヨダナスメーカーっていう果物だけでアイスクリームを作る機械で作るアイスクリームをご紹介したんですけど、あっちは出てきたものそのままでちゃんとほぼアイスクリームになっているのですが、ミキサーで作る場合は水分を加えるのでどうしても溶けてしまいます。なので出来上がりをすぐ食べるんじゃなくて、もう一回冷凍してちょっと固めてから食べてあげるっていう手間がかかります。ココア入りの場合ですね、同じ材料にココアを加えていくので洗わずにそのまま使ってます。さっきと同じように冷凍アボカド2個にバナナを加えていきます。これなぜバナナを加えるかというと、ココアがすごい苦いので、それだけではどうしても食べにくいのでバナナが入るような感じになります。同じようにヨーグルトと水、レモン汁絞って、生クリームも加えてもらいます。ここにココアを加えるのですが、ココアそれだけだとダマになりがちになるので、お水で溶いてココア液にしてもらって、これを加えていきます。また今回は甘くないアイスクリームですが、甘いアイスにする場合はここでお砂糖とか蜂蜜とか甘味料とか何でもいいんですけど加えて一緒に攪拌してあげてくださいね。先ほどと同様にミキサーのスイッチを入れて攪拌します。均一に混ざったら出来上がりです。この真空ミキサーは自動で止まるので1分間勝手に回って止まります。取り出しましょう。チョコレートの方のアイスクリーム、こんな感じで出来上がってます。ちょっとアボカド色にほんのり茶色が足されたみたいな感じの綺麗な果物色のアイスクリームですね。こちらも出来立てはこんな感じでゆるゆるです。もちろんこのまま食べてもらってもいいのですが、今回はちょっとだけ冷凍しました。器に盛りましょう。冷やした器にディッシャーで作ったアイスクリーム、どちらも40分ぐらいかな、ちょっとだけ冷凍庫に入れたものです。
時間があったら 2,3 時間ほど冷凍庫に入れてもらうと、もうちょっとしっかり実写ですくえるようになりますよ。また 2,3 時間入れる場合は、入れっぱなしじゃなくって途中で取り出して一旦全体かき混ぜて、また戻してまた取り出してを繰り返してあげないとガチガチに固まっちゃうので注意してあげてください。最後まで見てくださりありがとうございました。今回はヨダナスではないミキサーを使った場合の果物アイスの作り方をご紹介しました。アボカドとヨーグルトで作っているので、ダイエッターさんにぴったりなアイスクリームですよ。ただ甘いのがお好きな方はもうちょっと甘い果物にするとか、甘味料や蜂蜜など加えてあげてくださいね。前回動画でご紹介した3色キウイのアイスクリーム、あの材料の中に同じようにヨーグルトや水や生クリームや入れてもらってミキサーで作ることもできるので試してみてください。あと詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。ではまた。作ってみたいと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。 Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。